皆さんこんこにちは看護師のしきです今日は皆さんからよくいただく質問「大学と専門どっちがいいの?」というテーマについてお送りしたいと思います。結論から言うと両方看護師になれるのでどっちでもいいっていうのは実際あるんですね。そそれれぞれ特徴があるからこそ 自分が過ごしやすいとか、条件が合っているなどがこう選ぶ基準になるかなと思うので今日はですね、どういう特徴があるのか、メリットやデメリットについてお話しできればと思っています私自身が大学出身なので、私が考えるメリットについてご紹介しますね1つ目は、一般教養があるというのが大きいのかなと思います 一般教養というのは看護に関わらず幅広い授業が選択できるんですね自分で時間割を作って必要な授業のコマ数取るという形ですねこれはなかなか面白かったなと思います私が印象深かった授業は西洋音楽史という授業で文学部かな教育学部かな の先生が教えてくれたんですけど、曲が作られた背景とか歴史とか音楽を聴きながら授業を受けられたので、私はなかなか面白いなと思って聞いていました。ただ、クラシックとか聴いてると眠くなるんですよね <laughs>。授業の半分はですね、心地よくてぶっちゃけ寝てました <laughs>。 ゆりこさんコメントありがとうございます。私は総合大学の看護学科に通っているのですが、やはり一般教養の授業があるのは大きいと思います。難しい内容もありますが息抜きにもなるし楽しかったなと思います。息抜きにもなりますよね。科目にもよるんですけど、授業はゆるゆるっとしているので楽しさもありますよね。 専門のメリットとしてインスタのストーリーズでも質問させていただいたんですけど一番多かったのが学費がが安いといいとととううことでした星空さんコメントありがとうございます私が中退した専門学校は私立だったのでその時は1年間13万円でした1年間13万円だったんですね専門学校にもまた場所によって学費が変わりそうですね ナオミンさん私は専門でしたが半分効率みたいなものだったので学費は安かったと思います。年の学費が20万円くらいでした。今はもう少し高いみたいですが、情報ありがとうございます。ケイミサさん、私の娘は私立の大学費高かった。専門に行くのと400万円違います。そんなに違うんですね。 大学も国立大に比べて私立の方は学費が高いというのは聞きますがこんなに違うんですねただ設備が整っているというのはすごく聞きますねどこかの私立大学の CM かなを見たんですけど演習室に ICU の部屋がそのままあるのかな <laughs> 人工呼吸器ももモニターシンデンズも全部ありますよって書いてあって。 で学費が高い分設備もしっかり整っているんだなって思った印象はあります。ゆりこさん、私の大学も ICU 在宅を再現した部屋、新生児室などたくさん演習室あります。いいですね。病棟に近い形で演習すると実践にもつながりますしね。 私の大学はシンプルな演習室しかありませんでした。麦さん、通信は2年で100万くらいで6から7割戻ってきました。ハローワークで手続きすると戻ります。学校によっては授業料が戻ってくるところもあるんですね。水雲さんでやってますか付属の病院がある専門学校に行っていましたが、奨学金制度があり、月額6万円で3年間付属病院で働いたら借りた奨学金は返さなくてよかったです。付属の病院で働くと、 という条件もあるんですねさくらさん少し違いますが循環護士として働いて今通信の専門に行っています放送大学と合わせて130万円ぐらいですが7割ほど返ってきますこれはハローワークから帰ってきますハローワークがこう関わっているっていうことなんですかねやえばさん私は公立の専門学校に入って学費は3年間で40万で病院奨学金借りて1年働いて返したので1,000も払いませんでした なんと。奨学金を考えている方は、このあたりも調べると良さそうですね。情報ありがとうございます。では続いて、大学のメリット、2つ目。他の資格も取れること。大学にもよるんですけど、 保健師だったり助産師、あと養護教諭なども取れる学校があります。私自身は保健師が取れる形だったので、保健師を取りましたね。インスタで募集した時にいただいたコメントなんですけど、保健師も取得できて、看護師に疲れた時に保健師に転職できたというご意見もいただきました。つばちゃんさん、コメントありがとうございます。 都道府県の国公立大学によっては保健師は大学院でしか取れないところがあるそうですね自分は今公立大に行っていますが保健師資格を取れないので残念ですが私立では取れるらしくて少し羨ましいです大学によるみたいですね進学を考えるときに調べる ポイントになるのかなと思います。M さん、コメントありがとうございます。循環護科、看護科、助産師学科と専門学校でも進めたりします。他の大学への編入制度もあります。私の大学も編入制度があったので、研士の編入でいらっしゃったのを覚えています。ラムさん、大学で保健師も取って使うこともないけど、実習で地域での医療や生活を見る機会があったのはいいことでした。 保健師の実習に行ったことで、こう看護に活かせるということもありますよね。山さん、うちの学校、かっこ次第は保健師とれますが、定員決まっているのでヒヤヒヤしてます。定員あると選抜試験とかになるんですかね。ヒヤヒヤしますよね。で保健師とか助産師 迷ってるんですけど取った方がいいんですかっていうのはよく聞かれるんですけど私は迷ったら挑戦してみてもいいのかなと思いますりんりんさん、私もしきさんと同じで迷ったら資格取ります後悔したくないですしねそうですね、ちょっとでも気になったのであれば資格を取得することをお勧めしますね長尾さん、保健師は取れるなら取った方がいいと思いますよ公務員や産業保健師への道もありますそうなんですよ 私のお友達が予想以上に保健師になっているので公務員として働いたりあと産業保健師として会社で働いている人もいますね2つ目は集中的に看護が学べるということで専門学校の方が勉強しやすいという意見は多くいただきました例えば看護技術など看護の専門的内容を習うのが大学に比べてすごく早かったりとか カルキュラムが密なので、集中的にやりたい人は向いている。看護に関係のない科目が少ないことというご意見もいただきました。ルアヒさん、専門学校のメリットとして短期間集中型の人は早く資格取れる。集中的に看護が学べるというのは大きいのかなと思います。では、ここでよく聞かれる質問。 宮城さん、看護師として働く時に専門卒と大卒では基本給が違うのですか給与に関しては専門卒と大卒で多少差があります大卒の方が少しいいですねなおみんさんは大卒と専門卒では確かに基本給は違いますがさほど差はないように思います基本給については場所にもよりますし要チェックポイントですね 大学のデメリットとしてご意見いただいたことはその4年間でゆったりと学べることはすごくいいけれどもその分遊んでしまうとか専門科目以外の勉強がめんどくさいとか専門より働き出しが遅くて早く結婚したいのにキャリアがとなったりするなどご意見いただきましたねあと意外と放置プレイという声もいただきました 大学にもよるんですけど、国士対策をバッチリやるところもあれば、国試対策ほぼほぼやんないところもあるので、そこは結構自主性を重んじられるのかなと思います。専門学校のデメリットとして教えていただいたのは、休みがないとか遊ぶ暇がない。学校によっては校則が厳しいということもあるようです。入学する前に学校の雰囲気とかをチェックできればいいのかなと思いますね。 ひさんどちらにも魅力がありますね。そうですよね。大学と専門と一括りにしてるんですけど、その大学にも種類はたくさんありますし、専門学校も種類があるので、迷っちゃったりする方もすごく多いと思います。はるさん、看護学校の世界、奥深いですね。 奥深いですよね。看護師になる方法もいくつかあるので、迷う方もいらっしゃるんですよね。なので今日の動画から生配信が迷ってる方のお役に立てたらいいなって思って配信しています。つだいさん、看護ってバックボーンが本当に多様なので、学校選び一つでも答えがこれって決まらないですよね。まさにそれですね。本当にバックボーン様々なんですよ。 ここ行ってガガの進学してっていう方もいれば社会人になって看護を志す人もたくさんいらっしゃるんですねなので学校も対象多様になるのかなという印象はあります今日の動画が良かったよと思ってくれた方はぜひグッドボタンと,あとチャンネル登録お願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう